こんにちは、スイくんです。ということで、最近ね、めちゃくちゃ暖かくなってきて、天気もね、毎日いいですね。ということで、今日もこちらの公園の方で昆虫採集および昆虫のね、撮影の方をやっていこうと思います。それじゃあ、やっていく。さ、そしたらですね、本日も昆虫の撮影とか、昆虫のね、採集をやっていけたらなと思っております。今日も一眼レフ持ってきてるんで、昆虫の、ね、撮影をしながら、まあ珍しい昆虫いたら採集していきたいなと思っております。さあ、どんな昆虫取れるかな。いやもうね、3月のまだ上旬ではあるんですが、もしかしたらね、今年は本当に暖冬だったっていうのもあるので、アオスジアゲハとか、その辺の僕の推し鳥なんですけども、アオスジアゲハは。出てきてもおかしくないですよね。こういう用水路にさ、間違って水生昆虫飛んできてないかなって期待しちゃう。うん、これあるあるだと思ってる。うん、オタマジャクシなんかいるね。でもこんな浅い用水路に産みつけられた卵のオタマジャクシは絶対に生態になれない。うわ、虫。前回写真を撮ろうとして撮れなかったモンキチョウがいますね。あそこに止まってるこの子、この子シャッターチャンスですね。ちょっと撮影しましょう。マジ他のモンキチョウ寄ってくんなよ。いやモンキチョウってさ、その交尾したりするためにさ、寄ってきたりするんで、あー飛んでした、寄ってきたりするからさ、その撮影でさ、うまくピントがあった、来た、今撮るぞって瞬間にさ、他の蝶が寄ってきてさ、邪魔されたりするよね。マジもう論外だからそれ。何やこいつ、なんかいい感じのとこにいるじゃん。シャッターチャンス、撮るしかない。うわー、土の子やったらびっくりした、ビビりすぎやろ。いやだから急に地面から出てくんなや。てか春にね、地面からねバッタ出てくるとか思わんのよ普通。どこ行った？あ、おった。写真撮らせろお前どうすんなら。昆虫採集あるあるかさ、俺あるあるなのか分かるんだけどさ、あの日がめっちゃ出てるんよ。でじゃあ採集行くか、採集食うやんか、めっちゃ曇るんやけど、何この現象、誰か名前つけてくれ。ガチふざけてんのか、なんで俺が外出たら曇るの、バグってんのか。そういえば爬虫類ってもう冬眠から覚めてんのかな。爬虫類とかもさ、冬眠から覚めてるんやったら、俺が去年見つけたここの爬虫類ここの日本トカゲ最終スポットなんだけど、もういないかな日本トカゲ。この辺とかこう手袋つけてないから怖いな。トゲとか刺さりそうやわ。こういうとこのさ、裏でさ、多分越冬してたんじゃないの。いや、いないですね。越冬してたやつとかいないのかな。絶対越冬するならこういうさ、物陰の下で越冬すると思うんだよね。ああいう爬虫類類っていうのは、爬虫類類、うん、おらんな。てか生き物が、隠れてない。日本トカゲこういう人工物がねいっぱいあるとこほんと好きだからね。うわっ、なあ幼虫出てきたよ、幼虫。間違いないコガネムシの幼虫やけどな、カナブンかなんかじゃないかな。カナブンか、まあ多分この感じはね、ハナムグリだと思うけどね。うん、どこにでもいるよこのハナムグリは。リリースしとこう。これ浅かろ、浅いけんお前、なんか地面深いとこ行っとけ。あ、ちなみにこの場所はですね、あのなんかめちゃめちゃ人んちだと皆さん思うと思われてると思うんですけど、ここね僕ちゃんと採集する許可いただいてますからね。うん、動画にもなってるんですけど、採集する許可いただいてこう今やってるんで、皆さんも全然気にしないで大丈夫ですよ。うん、あのただ皆さんはあのドラクエとかみたいに勝手に人んちねめくってしたりしないようにしましょうね。僕はちゃんとうわー何これ気持ち悪い、なんとかなんとかビルじゃない、あこれあれやな、ハンマーヘッドシャークじゃないのこれ、ハンマーヘッドシャークみたいな頭してるやつじゃないちゃう、何これ、えキモ、えキモごめんねキモ言って、好きな人がおったら申し訳ないけどキモ、このキモさはたまらないんだろう、でもみんなからしたら、その好きな人からしたら、なんかこれもう泥まみれでわからないか、ちょっと待って、
ちょっとさすがに素手では行きたくない、これは。うん、確保。何こいつ、あ、待って、これ絶対なんか、何これ、ナメクジの仲間、何これ、何これ、ペシャンコなんだけど、どうしたん、話聞こうか。なあ、分からん、もうペシャンコ何も分からんで、お前。うん、ビジュアルやばすぎやろ。うわぁ、うわぁ、昼っぽいけどなぁ。なんなんやろ、これね、近くに川があるんですよ。だからね、こういうね、なんか水生生物かもしれないやつもいっぱいいるんですよね。ただこいつはちょっとよくわからん、これよくわからんやつはその辺の木の棒を使って箸を作って使います。んで、ちょっと待って、後でちょっと洗って観察したいから乾燥しない。あ、ここに良い、いい感じの水がある。よし、洗おう。待って、俺左利きなんよね。俺実は箸とか左利きなんよ。なんか、なんなら箸だけ左利きまである。鼻かいい、なんか。よし、来た。ないこいつ。やばくね？なんかナマコみたいに取れたよ。うえうえうえ、えぐくない、何これ、何、ガチ、何これ、わけわからないけど、何これ、キシ、いや、キショイはダメか、気持ち悪い。うん、言葉の選択を考えた結果、気持ち悪いが一番最適だと考えているんだけど、どう、この辺は。何これ、ガチで絶滅危惧種とかやったらどうする、笑うね、これで絶滅危惧種やったら。だってそれは絶滅してもしゃあないやろ、この見た目は。うん、こいつやっぱりあれだ、ハンマーヘッドシャークだ。頭の先がさ、シュモクザメっていうさ、別名ハンマーヘッドシャーク、ほらみたいな感じでこうやってなってるわ。お前か、お前こんな太くなるったい。いや、ある日さ、俺もさ、家にこいつ出た時さ、マジびっくりしたもん。なんだっけ、沼エラビルだっけ、なんかこんな名前だよね。めちゃめちゃ長くなるんだよね、確かこいつ。キモ、お前こんな太くなる、ほら、頭がさ、ハンマーヘッドシャークになってるでしょ。だから俺こいつのことハンマーヘッドシャークって言ってんだよね。まあ正確にはハンマーヘッドナメクジの方が近いかもしれんけど。うわ、えぐい。でもね、さっきまでさ、あんなさ短かったやんか、めっちゃ伸びてる、えぐい。てか粘液すっごっ、何こいつ、ガチやば、久しぶり見たわこいつ。何食べてんだろうねこいつらって、落ち葉かな。やばい、ガチえぐい。この尻の方も結構えぐいよ、ほら、えぐい。確かこいつらね、切ってもね、分裂するんだよね、2匹に。やばいよね。どうすんのその後ね、落ちるよ。なんでこっち向くの、背面。なかなかグロテスクな見た目してるよねこれ。これで生き物なんだからな、マジですごいと思う。どういう進化を放ったらさ、そうなったんだろうね。踏み間違えすぎたやろ絶対。やっぱりハンマーヘッドシャークやったね。なんかそんな気はしたんだけどね。まあハンマーヘッドシャークじゃないんだけど、ハンマーヘッドシャークみたいじゃない。これからこいつのことみんなハンマーヘッドシャークって呼んでね。おう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 
お前臭いじゃない？めっちゃドリルするやん。それお前ねじれてどうするん？それその後めっちゃねじれてるけど、ほら。え、何してんのマジで、わけわからん。ああ、モツに戻っていくの今から。おお、すごいね。もうソロボチ落ちそうよお前。ああ、逆回り回転で次はねじれていくパイティーン。
何してんのマジで。よくわからんすぎる。あ、落ちるよ落ちるよ。落ちる落ちる落ちる。あー落ちる。落ちる。ガチ落ちるよ。ギリギリ耐える。え、すごっ、粘液で浮いてんだけど。ほら粘液で浮いてる。やば。え、そんな荒技ができんのお前。こうか。何そんなことできんの。え、そんなことしてゆっくり降りるの。やばすぎでしょ。荒技すぎ。え、そんなことできたん。まあいいや、持って帰りたいなとも思ったけど、持って帰ってもなんか嫌だから。結構でかいしさ。うん、粘液、あ、粘液切ってこっち側にもう元いたところに直して置きましょう。はい、よいしょ。ありがとう、おもろいもの見せてくれて。ね、なんかちょ、一匹さ、蝶さ、捕まえん？ちょっと、やっぱさ、あのね、申し訳ないけどね、あの、撮影しに来てるんやっか、その、観察メインに来てるつもりなんやけどさ、やっぱさ、採集したい欲出てくんのよね。うん。昆虫と触れ合ってるときはさ、マジ生を実感する瞬間だからさ、うん、マジでちょっと、採集するわ、ちょっと、軽く。軽く採集させてくれん？うん。おいおいおい、交尾してる交尾してる交尾してる。あ、やべ、分断してもうた。さ、いつね、どっから蝶が飛び出てきてもいいように網を構えておく。意識よ意識。きたー、取れたでしょ。取れ取れた。こいつおっきいな、なかなか。なかなか綺麗なんじゃないか。取れました。なかなか綺麗なモンキチョウですね。この子を持ち帰りしようじゃ今日は。でもやっぱりこう見るとすごく綺麗なチョウですね。モンキチョウもめっちゃ普通種なんだけどね。こいつら普通種なんだよ。でもすっげー可愛いよね。なんでこの時期はこんなに縁がピンクくなるんだろうね。この足とかもさ、可愛いガチで。いやガチ最高だね。今日も最高に昆虫と戯れることができた。なんかやっぱり自分が昆虫好きなんだなっていうのが本当にしみじみわかる。俺ゲームとかも好きなんだけど、やっぱりこうやって昆虫採集してこうなんかニコニコしてる自分をね思うと、やっぱり俺昆虫好きなんやなって本当に思いますね。まあ、今回捕まえた蝶々とか、まあ、モンシロチョウとかって本当にみんなからしたら、いやモンキシロチョウとかモンキチョウとかさ、いやどこにもいるやんって思うと思うんですけど、いやよく見てください。あいつら春とか夏によって見た目違うんすよ。素晴らしくないですか。で、まあ、また初夏とかやってくると もうその蝶々たちもね本気出してくるんで、その辺もね採集したいですね。いやもうガチ最高ということで、今回はこんな感じで終わっていきます。僕はこんな感じで昆虫の採集、昆虫撮影、あと昆虫の標本作り、生放送いろいろやってます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたらまた次の動画を見てください。バイバイ。